果でね、点も取れない。はい、どうもメントスコーラとナノルモルでございます。本日も DNA の振り返りの動画撮ってまいりたいなというふうには思います。いや、今日からね、始まりました、マツダのヤクルト3連戦。何としても勝ってですね、まあ広島に追いつかれないように勝つって、ね、阪神に追いつくために勝っていきたいという試合だったんですけども、結果もすます4対3で負けました。ね、阪神はまあ待ちますけども、これで広島との1ゲーム差。さらには巨人もね、今日勝って追い上げできてますので、これはマジでもう A クラスも、どうなのかわからないという展開にもなってきたかなというふうには思うので、非常にね、頑張って勝っていかないといけないなというふうには思ってます。ということで、いつも通り選手の活躍というものを見ていきましょう。こんな風になっています。まあね、非常にやっぱ首脳陣も頭悩ませるでしょうね。今のところなかなかやっぱもうホームランとかね、というところも含んで、長打力がないんですよね、打線で。まあもちろんね、ハマスターなので、どんどんね、長打力とかで攻めていってほしいなというところはあるんですけども、最近ほんまにホームランも出てなくて、まあ牧選手ぐらいじゃないですかね、もうホームラン打ってたの。まあ、宮崎選手も当分出てなかったし、まあ、ソト選手もなかなか一発で出てない。佐野選手もね、当分出てないんじゃないですかね。あと、桑原選手や関根選手もね、そこまでまあ、ホームランを打つバッターではないので、まあ、戸柱選手も不調ですし、っていうところで、まあ、まずは長打力っていうところと、やっぱ本当に先ほど言った通り、まあ、二塁打とか三塁打とかですよね。まあ、三塁打はなかなか出ないっていうところはあるんですけども、二塁打すらね、なかなかほぼ出なくて、まあ、単打の攻めになってますよね。まあ、単打っていうところになってしまうとね、DNA ね、やっぱりベイスターズ、足を絡ませていくっていう作戦はなかなか取りづらいチームですので、やっぱ関根選手と桑原選手ぐらいですよね。そういうところになってくると、やっぱ自動的にどうしてもやっぱ点が入りづらくなってしまうっていうところで、やっぱそこが本当にネックなのかなとは思います。まあ、今日の試合もですね、やっぱ大貫選手が粘れなかったっていうのがね、非常にやっぱ残念というか、というところがポイントかなとは思うんですけども、何せやっぱ初回もね、満塁、途中で2回、3回とね、チャンス連続でしたし、小川選手もね、今日ね、立ち上がりはなかなかピリッと、いかなくて、ね、攻め込むチャンスがいっぱいやっぱありましたので、その中でゲッツーのね、間の2点と、フィーダーチョイスの1点というところで、結局のところタイムに出てないしね、ゲッツーの間の2点っていうのはね、どうかなとは思いますね。やっぱ1点も取れないよりはね、もちろんマシやし、打線はね、水物、そこら辺に打ってね、かなりナビというか、調子ね、上振れも下振れも引いてくるのかなとは思うんですけども、非常になんかもったいないというか、なかなかやっぱ最初の方に主導権を、握れる展開に持っていけた試合かなとは思うので、もったいなかったなと思います。まあ本当に、最後も不幸にも含めてなんかもったいないですよね。まあ途中で、まあ盗塁とかね、エンドランとか、バントとかいろいろ作戦絡ませてきましたけども、全部ね、裏目に行ってしまったしね。ワンアウト一塁でね、伊藤選手大体よくって、なんか横からサインミスかよくわかんないけどね。もう、ワンアウトね。まあ、ただね、これは言いたいのは、やっぱワンアウトからバントはダメっすよ。そこまでやっぱ消極的な、やっぱ作戦というのは取ってほしくないかなと思いますね。もちろんさっき言った通りね、いろいろ考えがあっての中でだとは思うんですけども、ちょっと消極的な采配になってしまったかなというところで、戸柱選手も含めて、キャッチャー陣のやっぱ打撃が寂しいので、ここら辺もしんどいなというふうには思ってますね。まあ、ピッチャーの方は、まあ、野木選手ね、ちょっと粘れなかったですよね。まあ、週の初めの火曜日なので、こういうリリーフいっぱい展開使ってしまうっていうのは非常にもったいないと思うし、まあ、今日は残業することもなくね、早退という感じになってしまったので、ちょっとここら辺はピリッとね、こうしていかなかったなというふうには思います。まあ、その後はね、スコバ選手もお祈り投法とかね、山崎選手もね、これで5敗目ですよね。やっぱ、このシーンではちょっとしんどいなというところと、まあ、今日なんかはね、川端選手は不幸な値ですよね。というところ、内容は悪くなかったかなと思うんですけども、ちょっとね、かわいそうというか、まあ、守護神なのでしょうがない部分もあるかなとは思うんですけどもね、そういう展開が続いてしまったなというふうには思ってます。もう、バビってるな、ほんまに。はい、ということで、最後のメントスカトコ選手を決まして、今日終わっていきます。そうですね、今日のメントスカトコ選手はね、しっかり3安打打ってくれた桑原選手が入ってきます。メントスカトコの方でおめでとうございます。はい、今日はこんな感じで終わっていきます。本当になんか、フラストレーションが溜まるようなね、もう、音楽ばかなんでくる試合に最近なってます。はい、今日はこんな感じでやっていきます。ここまでご視聴ありがとうございました。いつもこんな感じで撮っておりますので、また見てください。それではですね、お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。
未だくは食らいつけ、燃えろガッツマン。突っ走れ、どこまでも勝利、及ぼ男。かっ飛ばせ、桑原。